恋人たちはとても幸せそうに手をつないで歩いているからね。まるで全てのことがうまくいってるかのように見えるよね。本当は二人しか知らない初めての電話は受話器を持つ手が震えている。から会おうよってそんな普通の毎日の中始まった。恋人たちはとても幸せそうに手をつないようね。手をつないで歩こうとする私に照れていたよね。それから何度目かの夜を飛び越えて帰りの車の中でキスをしたよね。白く輝く雪がとても大好きで、それでも去年は離れていたよ。今年の冬は二人して見れるかな、過ごせるかな、とても幸せそうに手をつなぐ。